それではお昼間際で恐縮でございますけども、よろしくお願いいたします。改選後初めてのお委員会でございますので、先生でございますけども、臨時の委員長が選出されるまでの間、私の方で、進めさせていただきますのでお願いいたします。今日はですね、議会運営委員会の、政府委員長の、ご選をお願いするところでございます。委員長が選出されるまでの間、多摩市議会委員会条例第7条第2項の規定によりまして、年長委員が臨時に委員長の職務を行うことになってございます。出席委員中、小林健一委員が年長の委員でありますので、委員長席の方によろしくお願いいたします。はい、それでは年長ということですので、仮の委員長お願いします。ただいまの出席委員は7名であります。定数に達しておりますので、これより議会運営委員会を開会いたします。日程第一、議会運営委員会委員長のご選を行います。暫時休憩いたします。ご選の方法ですけれども、これからちょっと話し合いをして指名推薦ということでよろしいでしょうか。じゃあ話し合いで、決まった上で指名推薦でお願いしたいというふうに思います。どなたか。はい、大野委員。はい、遠藤千尋委員を推薦したいと思います。はい、今、大野委員から遠藤千尋委員を委員長に推薦したいということで、意見がありましたけれども、いかがでしょうか。いいです。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、最後、はい、一緒にですね、副委員長についても今休憩中に話し合って決めたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、はい、どなたか推薦。はい、大野。小林健一委員を推薦したいと思います。はい、今、大野委員から、私をということでお話がありましたけれども、他にはございますか。なし。よろしいですか。はい、はい、じゃあ、委員長に遠藤千尋委員、副委員長に私小林健一ということで、話し合いで今決まりました。で、再開して、はい、じゃあ再開いたします。これより議会運営委員会委員長のご選を行います。お諮りいたします。ご選の方法につきましては指名推薦によりたいと思います。ご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって御選の方法は指名推薦によることに決しました。お諮りいたします。指名の方法については私において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。よし。ご異議なしと認めます。よって私において指名することに決しました。議会運営委員会委員長に遠藤千尋委員を指名いたします。お諮りいたします。ただいま私において指名いたしました遠藤千尋委員を議会運営委員会委員長の当選人と定めることにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました遠藤千尋委員が議会運営委員会委員長に当選をされました。当選人がおられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定に順次告知をいたします。この際ご挨拶をお願いいたします。遠藤千尋委員長。はい、皆様のお力添えいただき、スムーズな議会運営委員会の運営を担ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ委員長を選出されましたので交代していたします。どうもありがとうございました。それでは皆さん、よろしくお願いします。日程第2、議会運営委員会副委員長のご選を行います。お諮りいたします。ご選の方法につきましては指名推薦によりたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってご選の方法は指名推薦によることに決しました。お諮りいたします。指名の方法については委員長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長において指名することに決しました。議会運営委員会副委員長に小林健一委員を指名いたします。お諮りいたします。ただいま委員長において指名いたしました小林健一委員を議会運営委員会副委員長の当選人と定めることにご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました小林健一委員が議会運営委員会副委員長に当選をされました。当選人がおられますので本席から会議規則第31条2項の規定に順次告知をいたします。この際ご挨拶をお願いいたします。はい、小林健一副委員長、はい、委員長を補佐して、まあ、議会改革が、まあ、うちの議会の売り物でもありますので、その前進のために頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは日程第3、特定事件継続調査の申し出についてを議題といたします。本件については別紙の通り申し出ることにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。なし。ご異議なしと認めます。ではそのようにさせていただきます。これをもって議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。